はい、どうも、さっくんです。今回はこちら。これ、車の、ウェットシートみたいな感じなんですけども、こちらの、この、ウェットシートですね。成分がですね、エタノール入ってまして、これで、一応、鉄道模型の、接点とかね、レールとか、吹けたらなぁと思い、今回、ちょっと実験がてらに、一応磨いたりしてみました。まずね、レール、磨いてみました。エタノールで、鉄道模型の接点とか、掃除したら結構効果があるっていうことを、以前聞きまして、で、瓶に入ってるエタノールとかね、探したんですけども、なかなか、自分でも探す機会あんまなくて、積極的に買うような、やる気がなかったみたいで、結局車の、このウェットシートをいつも使ってまして、裏面見たら成分がエタノールっていうのを書いてましたので、今回これ使えるかなと思いまして、ちょっと実験にやってみました。で、レールの方はですね、車両が走った後、接点がだいぶ荒れたような黒いカスみたいなのがついてるんですけども、それも一瞬で取れました。これも綺麗になりました。そしてメッキとか剥がれてるんですけども、大体そういう成分は、何ですかね、ホコリとか混ざってるの、それも全部取ってもらえてるみたいです。ちょっと拡大した写真があるんですけども、こんだけちょっとギンギラギンなんですけども、これでも問題はなく、スローの運転も結構走るようになりましたんで、これは、レールは、成功だと思います。ただ、このウェットシートを、効率よく使いたいので、このウレタンの、切り抜きで余ったところに、巻きつけて、これをレールに押し当てる形で、このレールの清掃やってみたらいいかなと思いました。続いて車両の方ですね。これ車両の方は、車輪磨く際は、レールの上にこのウェットシートを置きまして、でそのウェットシートの上に車両、車輪を、うまいことレールと、挟む感じで、ウェットシートを挟む感じでですね。で、車両を、前後ろ前後ろに、走らせるという感じでいくと、このまた黒い、車輪から出ました黒いカスがいっぱい取れておりました。また動力台車なんですけども、動力の方はこれは台車ごとに外して、先ほどと同じ要領でやってみました。それを、全然問題ありません。また、動力台車の、終電盤とかを磨くときなんですけども、筆の、反対側丸くなってると思うんですけど、そこにこのウェットシートを巻きつけて、ぐりぐりやってあげると。ユニクリーナーとかを綿棒に、刺すよりかは結構綺麗に気持ちは取れてるかなという感じになりました。この、エタノールが入ってるウェットシートなんですけど、車用ですね。車のボディとかね、窓ガラスを拭くときに、結構効果が出てるウェットシートなので、
まあ、あの体拭いたりとかするのではなくて、まあ、あの車用なんで、あくまでも、まあ、あの用途はあ、まあまあ置いときまして、このような、鉄道模型にも、まあ、エタノールが入っているので、まあ、使えるかなということで今回やってみましたが、まあ、結果としては、まあ、あの使えるなという程度で、まあ、これ用ではないので、まあ、様々な工夫をしながら、先ほど言いましたように筆の後ろの方で、丸めて、まあ、掃除してみたり、このレールの上に敷いて車両を動かしたり、まあ、いろいろ工夫をしてみればいけると思います。というわけで今回は、車用の、ウェットシート使いまして、鉄道模型の、清掃やってみましたという動画でした。今回はご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。また最新の動画も貼り付けておりますので、ぜひご覧ください。